本日の練習試合はゆうやが参戦。ついにバットから快音が鳴り響いたか。本日の練習試合は BB ファイターズさんとの対戦です。相手のピッチャーは120キロを超える伸びのあるストレートを投げてくる本格的な右腕。相手チームがたいのいい選手がたくさんいらっしゃいます。さあ、馴染みのあるチームとの対戦。1番バッターは誠司です。先頭バッター出塁できるか。相手のピッチャー立ち上がり少々制球が乱れておりまして、先頭バッターの誠司がここでフォアボールとして出塁します。1回の表、先頭バッター塁に出て2番バッターは正木。さあ、ここで盗塁を仕掛けて、素晴らしい。誠司は野球で大学に行ってますからね、かなりいいバッターです。2番の正木はフォアボール。続いて3番バッター龍也、当たりに当たっております。右に左に打ち分けられる龍也。さあ、この場面はどんな技を見せてくれるのか。ここはバッサー叩いた当たりでセーフ。足も速い龍也、内野安打となって4番の僕に打席が回ります。結構ストレート中心で投げてくるバッターだったので、ストレートを叩こうと思っておりました。さあ、ここ低めいっぱいストライクとなりまして、ワンストライクツーボールでしょうか。続く球、さあ、これ打ちに行くもどん詰まりのショートゴロ。セカンド投げてファーストはセーフ、ゲッツー崩れマンに正気が一気にホームイン。ナイス正気。いや、ピッチャーめちゃくちゃ球伸びてました。さあ、続く岡ちゃんはキャッチャーフライで、ここで出ました。皆さんお待たせしました、ゆうやの場面。ここのところ練習試合で参加するステイではあまり打てていなかったゆうや、実戦はかなり久しぶりでしょうか。しかし初球から狙っていく。続くボール、ここインコース高め、際どいところストライク、ツーストライクのなって3球目でした。ドーン。さあ、得意なアウトコースのボール、うまく弾いてレフト前に落ちる。レフト前ヒット。さあ、寸劇が役に立ったのか、ついに出ました。さあ、これでスランプから脱出なるでしょうか。ウーム野球部も再開した際にはぜひ打っていただきたいところ。続くバッター、久しぶりの参加のマッキーですが、ここはセカンドホースアウトとなって、なんかヘルメットが良かったらしいです。先発ピッチャーは僕がマウンドに上がります。久しぶりに翔平さんからもらったグローブ、相手のねチームの方も、あ、それ翔平さんからもらったグローブですねって言ってくれて、結構ねボナールの動画見てくれてるみたいでした。ありがとうございます。さあ、ということで先頭バッター行きましょう。何度も対戦しているバッター、ステイにもね助っ人で参加してくれたりしています。さあ、そんなバッターですが、さあ、ここはインハイのストレート、避けたタイミングでねバットに当たってファーストゴロ。続くバッターがかなり厄介なバッターでした。非常にうまいバッター、追い込んでから粘る粘る、まだ粘るということで、最終的にはフォアボール。いやー、非常にレベルの高いカットのうまいバッターでした。さあ、続いてここで相手がエンドランを仕掛けてきます。しかしこのフラフラッと上がったあたり、ライトは取れず、ライト前に落ちる。久しぶりの長ちゃん、ライトは長ちゃん、前回も参加したね、15年ぶりに野球をやっている長ちゃんなので、まあ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 、しょうがないところ。さあ、ワンアウトランナー1、2塁ピンチの場面、相手バッターはキャッチャーの方ですね。ガタイがえげつない。さあ、ここガチャウエストのサイン。さあ、まあ、入ったところなんですけども、ここはなんとかインフィールドフライに抑えて2アウトランナー1、2塁。そして続くバッター、捉える。さあ、これ龍也のショートバウンドで抑えて、ナイスプレー。これランナーと被るところだったんですけど、めちゃくちゃいいプレーでしたね。ここね、難しいところ、しかもショートバウンドでナイスキャッチ。さすが龍也、うまい。
さあ2回の表先頭バッター長ちゃん、ほぼ15年ぶりの打席。先月か先々月あたり1回だけね練習試合で参加した以来ですね。しかし初球から積極的なスイング。少年野球を経験して中学高校は吹奏楽部ということで、草野球にはかなり久しぶりのというかね、もう小学校以来の参加ですけども、打てるか。さあここはピッチャーゴロとなってしまいましたが、ただ120キロのボール当てるって結構すごいんですよね。9番バッター南さん、初球はちょっと高め、ストライク。何度か1本打ってほしい。南さんの快音も聞きたいところ。2球目捉えた。イメージはね良かったんですけども、ちょっとここ上がりすぎてレフトフライ。10番バッターサッシーに打順が回ります。さあ坂井さんも1本見せてほしい。ピンクのリストガードが光っております。さあここサードゴロですが、送球それてラッキーな形で出塁。ここで盗塁のサインが出ます。相手キャッチャーうまい、いやー非常にうまい、ナイスボール、ショートバウンド、ナイスキャッチ、ナイスボール。さあここで2回の裏、先頭バッタードーン。さあこのバッターもですね、他のチームと掛け持ちしていて、まあ、対戦よくしたことがあるバッターだったんですけども、いやー初球から非常にうまい当たりをされました。そしてここでスタート。さあお母ちゃん勝てるか、うまい、岡キャノン炸裂、岡キャノンが炸裂してナイスボール。しかし続くバッターでやってしまいました、ネットボール、本当にごめんなさい。いやーしかもよりによってストレートを当ててしまいました。さらにここうまいバント、ピッチャーとサードの間を抜けるレガシーですかね、バットめちゃくちゃ飛びましたねバントで。さあランナー1、2塁のピンチ、相手のバッター鈴木さん、鈴木さんもよく対戦したことがあるバッターです。なんとかここ抑えたい。ツーストライク追い込んでから、なあここ低めギリギリ外れてボール、フルカウントとなって、さあここ叩いたあたりセカンド正気のもとへ、しかし送球がそれる。ただレフトの誠司がめちゃくちゃナイスカバーでランナーは帰ってこず、ランナー満塁となって先頭バッターいいバッターです。その初球でした。ドーン、スライダー叩かれてライト前ヒット、1人ホームに帰ってくる、そして2人目も帰ってくる、あっさり同点に。ヒヤうますぎる、ナイスバッティング、あっさり同点にされました。なおもワンアウトでランナーが1、2塁。しかしここ2番バッターセージがナイスキャッチ、ツーアウト。そして続くバッターが、さあセンターへ大きい当たり、頼むマッキー取ってくれ、あふれーというところで、なんとか勝ち越しは許さず2回の裏を終えて2対2、あっさりと同点にされてしまいました。後半果たして勝つことができるのか。休んでる間に。